皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2027年10月27日、14時49分、ゲーム内でね、僕に喧嘩を打ってくるようなことを言ってくる連中いますんで、それ記録して、テレビ局等を含めて、通報という形、BPO という形で対応、べこさんにもお願いします。本当のところは、そのプレイヤーがどこの誰かわかりません。だけども名前である程度の文句を私は、言わずにはおれなかったので言いました。言っていいんです。そっちには行かないからって言ってたっていうことは、あいつの文章を見る限りね、今から出てきます映像が。アスナっていうプレイヤー名。っていうことは、本当はそいつ来ていたかもしれない。で、淡井圭介の内容に、開示してきた内容に合わせて、まるで行ってきてな、こっちに来て、喧嘩売りに来てないような文章の書き方を教える。もう多分そいつもエロ業界側の人間。で、銀枠である以上、結構以前から名前見てるプレイヤーで銀枠っていうことはかなり金使い込んでる。400万ぐらい使ってるかもしれない。もしかしたら。もしかしたらですよ。100は絶対使ってる。そうじゃなかったあんなとこ、あんなに銀枠なんか行かないから。あのゲーム最初の頃。ここ最近、武魂が、無料とか銀料で、大量に手に入るようになったの。っていうことは、ある程度の、会社に残ってた連中。で、そいつらはずっとわがまましていた。で、この件で、淡井圭介に協力すぎにはないんだったら、もう会社から降ろしなさい。そのプレイヤーはどこの誰か、しっかり調べて、法律が。ね、テレビ局に出た人間なんか、人のアイディア搾取してずっと金稼ぎしよう。誰のおかげで世界マーケットが開けたのか、全然わかってない。トップガン、マーヴェリック、これも淡井圭介からの提案で、日本でもう一回放送してんの。で、わかってるの。ジェット戦闘機飛ばしてるシーン、あれ合成グラフィック。エネルギーの残像量問題分かってるの。だからあんまり大したシーンなんか作ってないの。で、昔の撮影して、一回撮影したところの記録とか残ってる映像の継ぎ端とかで作ってるんです。で、テレビを通して、この人もね、僕と意思疎通してるから、主人公の、マーヴェリックっていう主人公の人。名前がトム・クルーズさんだったか何だったか分からなくなるとき正直あります。世界中の人とやっぱり繋がっちゃうので、テレビ通して。信用問題。ね。君たちの身勝手なルール作って、やりたい放題の世界はダメなの。ずっとテレビに出る出演者が言ってたでしょ？やりたい放題って。罪を犯すや、どうせ。で、もともとテレビ向かって喋る方法で、法律界の、多分弁護士さんだと思うんですけども、神戸の。で、政府も、そういうふうに絡んできてる連中のデータ一回集めといてっていうことで、安倍政権の頃から、その話し合いはついています。ですので、自分たちの名前がどういうふうなことを言っていて、開示されないと思ってる人間、大バカ者、どこまででも、名前出してる人電話番号わかるから、裁判所に。話し上げたら。個人情報保護なんか隠蔽法や。あれ見て何でも安心してる奴らは愚か者なのよ。集団でのいじめをすぐにしてくる連中ね。そしたら、どういうふうな状況だったか、文章、撮影してますんで、それ、開示します。途中で、もう僕もね、こんな奴らの相手ばっかりしてたから、やっぱりいかにも、我慢の限界来たりして、YouTube でいろいろ言ってますけども、それは事実なんでね、それ受け入れられない人間はどうか知るだけなんで。本当に世の中、しょうもないやつ多いですよ。本当に。以上です。今、ユリアンという人に責められてるんですけども、現在チャットでね、だいぶ、僕が頑張って撮影してきたホームページ、淡井圭介の履歴の、河川専門海式ダム発電のことを記載して絡んできたのが、このアスナというプレイヤー。データとか、しっかりと、本人のデータ、後で開示します。でね、書いてる文章とか、一時停止をしながら、見ていただいたらわかるかと思うんですけども、
まあ、この中でね、このユリアンっていう人たちとか、もう誰かと組めば、複数で何か自分たちで物事身勝手に勝手に、何でもできると。偽名使ってるやつなんかもういつもこんなもの。で、どうせ声優か何かやったんやろ？お前らも仕事場から外すわ。BPO で言うとく。はあ、先に敬語を使ってこなかったのはアスナの方や。その文章を見たら誰でもわかる。物事が順番はっきりするまで全員動くな。途中まで出てきと番号のところまでで、矢印のところまでで進めたらええねや。お前らが国を起こしたからリーダーじゃない。勘違いすんな。当たり前や。していいことと悪いことの区別がある。いろんな人の矢印が出てるやろ。それ順番にみんなが書き込むまで待て。遠くの人は他の人が書き込むのを待ってんねや。分かれよそれぐらい。アスナ、ユリアン、お前らがガキンチョみたいな考え方だからそうなんねや。ほらな、攻め込んでるやろ。根性ないからや。相手が孤独だったりしたら何でもしていいって思うと、自分たちは数がいるから、人数多いから。ユリアンっていうのは銀河英雄伝説のユリアンミンツからの名前やろ。そいつらの声優とかやろ。アスナとかなんや、見たことないけども何かのアニメの声優やろ。テレビに出る限りは社会貢献、これ考えて仕事もえられるかどうか決まんねや。で、社会貢献とか全然する気ないの、ない人間、嫌がらせがしたい人間、これがアスナっていうやつのデータ、これ別校さんの方でも押さえといて、あと政府のオンブズマンの人たち、こういう挑発行為、集団で一人の人間に対して喧嘩打ってくるようなことするやつがいっぱい存在するから、これが芸能界の末路。まあ、これで原作者だったらもう許さんから、覚悟しとけよ。ルール法律や。お前らは集団暴行側や。協力する気ないんだって。テレビ出たらダメよ。アニメは無理や。放送。お前らの業界どうせエロ業界と組んど。淡井圭介側かどうかや、この国。ずっと前からや。政府上層部がエロ業界と組んでて、それを認めてしまっていたからだよ。1956年、テレビの放送でベッドシーンなんかあったのが、1990年代ぐらいまであったやろ。2000年代でもあったのか？ドラマとかあんまり興味ないからまず見ないけども。で、エロ写真集出した女いって何人おってん？男で出したやつなんかいたか？いらんよ。こっちはエロ業界側の人間はお断りや。いちいち関わってくんな。あとは別校さんがどう対処するかどうかや。ちゃんとマップ振り分けるかどうかや。協力する気ないって記載してたこいつは。そちらに行く気はないって、どういう意味で言ったのかわからんけども、来るなって言ってる最初から。エネルギーの残存量問題や。あと会社の金使ってくんな。それ横領事件と変わらへん。それだったら人材派遣会社の人間にしっかりとした退職金も、住居手当も、扶養手当も、払ったれ。売り上げあるんだったらボーナスもや。それができんのやったら、いち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 こちらにごちゃ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 言うてくんな。大したことない人間ばっかりが会社のことをくせに、ピンハネ軍団が。誰？
さん、どなたですか？今何してんの？どなたですかって聞いてるの。元気？誰？名前名乗ってくれんかったら分からへんやん。記録できるよ、こちらは。音声。まあ、裁判ですでに判例があるの。先ほど、やっと、まあ、番号非通知の、電話がかかってきた内容。なんかこちらの方がごっそりやられてるでしょ。違う違う。もう証言とかで、証拠とかで通るから。本当に。もう向こうが悪いことしてきた記録はもう残ってるの。番号非通知でかけてきた時点で。で、自分の名前を名乗らなかったでしょ。で、淡井圭介が、ね、チャットでああいう風なことをしっかりと言ってるときに、全員偽名名乗ってる。で、カーナーがいつでも取り返せるから、こちら。で、自民党の知ることもおかしい。泉代表が、給付、給付、給付って国会で言ってた時に顔だ分取られていたから、顔をもらわなかったら、まともに行動できない人たちになってるかもしれない。ほんと。巻き上げ型。だ、顔を取られて変な顔になってるから、変な人じゃないの。ね、もう状況見たらわかるでしょ？綺麗な顔でしてテレビ出てる人ほど悪い人かもしれない。これぐらいで物事見た方がいい。あ、変なシステムを多分使ってる相手は。で、自分たちの一方向性からの言い分だけを通そうとしてるんだろうけど、無理だから。もう記録あるから。世間に開示してるから。それが証拠や。まあ、ああいうふうに、昨日2023年、10月の26日に、ああいうふうな文言をね、記載していて、で、まあ、本日、今撮影しているのが、2023年10月27日、18時17分で、だから、淡井くんって言ってきた時点で、上から目線でしょ？で、そいつがどこの誰か自分で名乗らないと。相手が仮に警察官でもね、警察官がこれだけ悪いことしてきたんだから。で、これで元大臣とかで、わからん。もうウィキペディアの全員の年齢とか本当に、どこからどこまで本当なんだろうっていうのはやっぱりありますね。例えば各大臣とかの履歴、全員本当のこと言ってるのかなに、やっぱり社会全体がこれだけフェイクニュースを放送していた、そこの国の言語で適正に喋ってる内容に合わせた字幕をそのままつけないだ。もう絶対もう、ちょっと英語は分かったぐらいで、相手の国の法律とか歴史とか 100% 分かるかって、まず分からない。日本自体が日本の歴史をしっかりと分かってないんだから。どう考えても。戦国時代なんて、そんなにしょっちゅう戦争していて、人口残るわけはない。その頃、台風とか来ただけ大変だったのに。河川の氾濫なんかしょっちゅうだったのに。土手だったから。で、それをテレビで放送していたので、真に受けて、学校の教育委員会が、日本の歴史とかを、戦国時代を本当に採用しちゃったの。で、そういう現実をいつまでたっても受け入れられない連中。だから、淡井圭介が橋下徹さんが日本の教育委員会のことについて、で、その件も言ってる話をしたときに、僕のね、YouTube で。でも僕のことが何にも分かってない人間に見えたんでしょうね。どうせテレビばっかり見てるから。ゲームばっかりどうせしてるから。その人は。僕もゲームしてるけども、だけども僕は社会全体のことをよく知ってる。だから知ってるつもりになってたのどちらの方もってエネルギーの残存量問題か何から何までって。今更淡井くんどこも誰よ。もうええか正直に名前と住所と電話番号いい番号非通知で機能かけてきたやつ。お前どれだけ偽名なのってん。どれだけ家住所変わってん。で正直ここに心当たりない。
そんなやつに淡井くんって言われた。その辺のどうせ悪いことしてきてのし上がったか、社会のことまだちょっと出てきて分かったつもりになってるのか。見てみなさい、銀の悪さ。高速道路あっちもこっちも作って。人口これだけ少子化進んで二十何年間も。進めてきたんは。2003年の個人情報保護法だから、安倍総理とかの責任じゃないよ。その時総理じゃないんだから。もっと前の人間。で、それもしっかりと世界から調査しなきゃならない。どこかの国に個人情報保護法とか作ったら、人口勝手に少子化始まるよってみんな連絡つかなくなるからって。それ進めてきた国どこって。もうそういう話しないと。ねえ、海外留学なんかろくなもんじゃないんだから。だって東大、もうそれは本当か、もうこれ、もうここまで来たらもう何が本当かみんなもうわからないでしょ。東大主席って言われてる山口真由っていう名前でテレビに出てる女、女性。あいつもう関西のそこまで行っていいんかいで、カジノに関してもうとにかく誘致しようとしていて、家計でどうせいるんやろ？建築業界の人間か誰かが。それか議員か。正当化しようとしてるのか、議員の方だったとするのであれば。追い返せよ、頑張って。何が東大主席やねん。反対の声をテレビに出たとき言えよ。ほら見ろ、髪の毛染めとこ、そいつも。5000億円や。途中で記事変えようけども、5000億円ほど使われると。もう、兵庫県の高速道路だけでも、万博、大阪万博見越して、だいぶ前からずっと延長工事してるの。湾岸線を。そこもともとガラガラ。値段高いから、高速使う人も、もともと阪神高速使う。で、もう車売却したらわかる。あ、電車バス徒歩の方が正解だったって。その方がお金かからなかったって。車だったら重量税かかるでしょ？車検。ね？年間。何年か経ったら車検通さなきゃならないでしょ？自賠責保険絶対入っておかなきゃならないでしょ？で、任意保険も入っておかなかったら何があるかわかんないでしょ？オイル交換ある、長い間車を運転していたら通勤とか、あと、その仕事と、仕事に自家用車を持ち込んでしまった人、タイヤ交換すごく早くなる。もうめちゃくちゃお金かかる。車なんか買ったら。で、あと駐車場代。月々8000円とか出して、お金払ってる人、自分で計算してみたらわかるから、本当に。車がいかに高くて、余分にエネルギーを消費してるかっていうことが。ホームページ、淡井圭介の履歴に記載してる内容とか、チャットで、もうわかるから。しょっちゅう、文章書いてる人間、もう幼稚なことばっかり書いてることすぐわかるから。で、どんな時にどんな文章書いてるかわかるから。何にもわからへんな、相手にバレないなって思ってる奴が一番危ないの。ずっと悪いことしっぱなしになるから。警告された時点で受け入れなきゃ。だから警察官も精神病院に入れられたりしてます。僕の件でね。僕を精神病院に入れたんだから。むちゃくちゃなことして。で、それを、下っ端の多分警察官に押し付けてる。もうこれが世の中の実態。もう問題どっから手つけたら分からへん、本当に。みんな、淡井圭介が真面目に文章を出してきたときに、意見合わせてくれないの。協力するっていうことで。で、アスナっていうやつで協力しないって言ってる以上、そいつは多分もう適用者側。業者っていう言い方する。どうせそいつも金に目がくらんと、疑惑つけてる時点で分かる。めちゃくちゃ金持った人間だと思うよ。そうじゃなかったら、あんな枠使えん。だそれ自体がもう証拠になってくる。いくら使ったかはサブクリックさんとか調べたらわかるから。インターネットで我が天下っていう検索ワードで、まあみんな実際プレイしてる人とか、検索ワード入れてみたらわかると思うんですけども、アカウントの売却されてるコーナーみたいなところがあるんですよ。で、正直にね、言われてる人は言われてるんですよ。400万ほど使ったアカウントですって。80何万で買い取ってもらえませんかって。もうこれは本当。だから、
正直僕がゲームしていた感想で、もう終局ぐらいからもうほとんどの人が僕より強かったから、で途中からねその戦馬が出てきて、永久的にもうみんな戦馬の追いかけ合いになったでしょ。その後特殊武将が出てきたでしょ。でその次伝説の武将でしょ。で永久的にこう、お金を使わなきゃならない状況っていうのは結局出来上がってるでしょ。だからそこにはまり込んだらまあかなり危険だなとは思っています。だからもう長い間僕は両方とも、お金使ってません。あの以前に買った原稿とかで、まあどうにかしてる。あとまあまあ就活とかのああいうふうなところで原稿が手に入ったりとか、まあ今だったらなんか水路を引いてきてって、多分あれも海外の企業の多分パズルゲームのメーカーが参加してきてなのか何なのか、正直もうしなきゃならないことが増えすぎてるから、まあ政府とかはもともとの路線で、そのインターネットゲーム関係でおかしな人間いないかどうかっていうところのチェック、その方向でまあ政府は動いてもらうしかない、そのアスナっていうプレイヤーに関してね。と、あと、動き方でわかるから、一方的に攻撃してくるところとかね。普通、ほとんどの人間は、国別とか、変なね、三つの、中立国だとか、なんだとかって、最初の大連盟だとか、違う、今の時代国連だから。で、ほとんどの人は、もう、国とか所属してる国関係なくて、順番に倒す順番を決めるっていう方法なの。でそれで相手の意見とかを尊重しないで一方的にものを、進めてこようとしてるゲームの中の話ですよ。もうそれはもうだから集団で集まるとこういう人たちになるよって、金持ちの人たちがって、それはすごく良い証拠になってるのね。これがお金持ちの実態よって、ゲーム内で強いから力ずくで物を言わせて何でもしようとしてしまう、他のプレイヤーと組んでね。それを客観的に見たときに、自分たちがどれだけえげつない行動をしてるかっていうこと分かってるって。親が金持ち、君が金持ち、どういう人物？議員？それとも経団連？淡井圭介のこと知らん人間なんかまずいないよ。いない人はもう潜りみたいなもの。まあ昔の言う、潜りっていう、例えば、社会のこと、全然よく分かる。らなくて、その場に唐突に入ってきた人たちの子たち、今までのこと知らないで、だからもうある程度のところで、それはもう僕はいろんなプレイヤーでね、変なプレイヤーいたらまあ名前指摘したりとかします。で YouTube にアップロードします。でその国にその人間を所属させているかどうかで、その国の、君主とかが、正常かなどうかなっていうところでもう捜査進めたらいいですよっていうことは言ってる国に、もうその方が多分早いって、どうせお金持ってる人間は悪い人間なんだからって。それ今全員が全員 100% そうだとは言わないですよ。だけども社会形態も説明したんだから、昭和63年に人材派遣業法ができて、みんな、もう人材派遣会社たらい回しになってるから。だって公務員の働き先である神戸市北区の北新ビルの出張所も、もともと公務員の人が働いていたところはもう人材派遣会社に変わってるもの。病院とかも人材派遣会社でしょ？ IT 関係も人材派遣会社。ね？まともな収入を得れる人はほとんどいなくなっちゃったんですよ。日給不合的だからもこんな法律いらないって言ってるのに。なのに今年神戸市は公務員のボーナス上げるって言ってるの。もっとピンハネしようって。公務員？アスナって名乗ってた人。それとも芸能界？テレビ局関係の人？公務員の人がテレビに出てるの知ってるよ、警察官とか。名前変えて。もう偽名使った時点でもう公務員じゃなくなってるから。ほんと。それ守れない人無理だから、警察官。もう社会全体めちゃくちゃ。で、これはもちろん通報です。
だからこういった状況ね、昔からそのインターネットゲーム業界のそのチャットとかでね、いろんな言葉による言動による、その、まあ、いざこざだったりとか、プレイの仕方に問題があるっていうところは、スポーツと同じなのよ。ね。わがまましてる連中が、金持ち連中が、何でも思い通りにしてしまったから、戦争が始まったんだろうって。第一次世界大戦、第二次世界大戦、同じやん。わかるやろ、それぐらい。学校で習ったんだから。でもそういうプレイヤーいっぱいいるから。で、すぐ流し聞きするから。で、実名とか芸能人とか分かったら、このプレイヤーの名前こいつだったっていうこと言うから。で、そもそもその芸能人としてテレビに出てる人間なんか、もうどこの誰が本名か分からない。一応まあ、グレーの皆さんとかは、まあ僕は好きだけども、まあ僕より5つぐらい年上で昔から何回か会いに来てくれたりしてるから、勤務先に。で、まあ意思疎通がうまくいかなかった時とかは結構あるんだけども、けど皆さんね、フルネームで本名じゃないでしょ、自分の名前を漢字表記で。もうね、どこからどこまで信用していいのかなっていうのはやっぱり考える時あります、これ。本当にグレインの皆さんをバカにしてるんじゃなくてね、これ社会で、グレインの皆さんを疑ってるんじゃなくて、売れてる人ほどちゃんと自分の名前名乗らなきゃって。だってグレインの皆さんは裁判して勝ってるんだもん、自分のところのレーベルを叩き潰して。個人の権利者は2.5%っていうところで、で、そこに集まってきた人たち、だからもしかしたら音楽大学とかの学校の卒業生とかを受け入れなきゃならなかったのかもしれない。いろんな話をされて。だけど無理だって。こんな人たち雇ってたって、良い曲全然作らないから、良い歌詞とか書かないから、こんな人たち抱えて仕事なんかずっと俺たちで稼いで、なんでお金回さなあかんねんっていうことで裁判して、まあ買ったようなもの。わかりやすく言うと。会社はみんな真面目に働かなきゃならないので、それは会社離れても結局社会生活も同じなのよ。無理だって、こんな世の中。テレビのニュース自体が嘘ばっかり言ってるんだもん。で、たまに本当のこと混入してるでしょ。で、公務員の人がどう言ってるかって言ったら、北新ビルのちゃんと公職員許可証を持ってる立場の人だと思います。で、その人は、例えば去年のね、3万円の給付金、神戸市では7月から給付だったんですけども、7月かな、8月かな、それぐらいで、6月下旬ぐらいかな、7月上旬に聞きに行った時に、神戸市の3万円の給付っていつぐらいから始まるんですかって聞いたら、え、何ですかそれはって。もうこれが今の現実なの。え、いや、ニュースでだいぶ前からしてますよって。いろんな各都道府県でもう配ってるところのシートがもう配り終わってますよって。配り始めてますよって。言ったら、驚いて、その人が。で、次出てきた言い訳は、僕ニュース見てませんからって言ってるんですよ。いや、違う違うって。え、上から話何も来てないんですかって。神戸市、神戸市って。いや、来てませんって。え？で、こちらも。もう社会の状態はもうこんな状態なんですよ、本当に。ね、エネルギーの残存量問題で僕は大真面目な話してるときに、みんなそれに対して身勝手なこと言っちゃダメなの。分かってる状況って。お前って何しとってんって。そのアスナっていうプレイヤーに対して言ってる今。お前状況分かってんやろって。それともスポーツ業界の人間だった？ピンハネしてたやつ？人の力使って。粟井圭介の頭なんか使って。ほとんどのスポーツ業界でそれ認めてない人間なんかまずいないよ。認めなかったらすぐその場で降ろされるから。当たり前じゃない。どこに正しい世界があるのよ。だからテレビ局なんて、もう夜中から明け方の番組なんか全部カットして、テレビ局を合併した方がいいの。例えば TBS と日本テレビ放送網株式会社日テレ、通称。で、テレビ朝日とフジテレビ。それぐらいで会社の規模は良いぐらいになる。
富士テレビは赤字は赤字だけども、富士重工とか富士グループがあるから。富士薬品とか富士フィルム。富士フィルムはもうあんまりだけども、本当は財閥。新聞の発行部数とか読売新聞が多いんだけども、東京都やっぱり地盤にしてるから。TBS は毎日新聞なんだけども、発行部数とかも考えたときに、その2つと、純利益は TBS の方が出してる。どこと比べてっていうところは、フジテレビとの比較。今、日テレさんと誤解した人は誤解したと思いますけど、言ってる順番でね。自分で、しっかり調べてください。ホームページ、淡井圭介の履歴のウキペディア確認で、今年2023年のいついつに確認したときに、純利益はこの年で終わってるっていうことを記載してる。純利益がないっていうことは、何かに投資してるか、もう赤字っていうこと。だその辺のところははっきり書いてくれてないから、だからそれはわからないの。だからゲームが業者には、日本のゲームメーカーには自分たちの会社の純利益のところで、しっかりと、営業利益とか経常利益とかしっかりと日本語でね、一番いいのはその退職金用にお金をこれぐらい用意していて、今自社で抱えている人たちが何人今退職したらこれぐらいのお金がいりますっていうことまで表にしてくれてるところは表にしてくれました。それは僕からの提案なんですよ。それがなかったら、相手の会社も、どこと手を組んだらいいか分かんないから。負債ものすごい抱えているところと手を組んだら、自分のところも巻き込まれるから。お前らの考え方なんかどうでもええねん、アスナっていうやつ。協調性ないから。お前みたいなのが経団連とかの中入られたらいらんねん。議員とかの世界で。すぐに潰すから。本当に潰されてる人たちいっぱいおるやろ？女子 48?党とかいうなんか変な党はできたやろ？真っ先に訴えられとったやん。財産没収されて。で、泣きながら何か会見した YouTube の動画あるやろ？もういつ頃にああいうものができたのか知らんけど、本当に。参政党さんとか、あの人たちも、本当に裁判で、ね、裁判所で差し押さえられてる方なの。世の中そこまで甘くないの。エネルギーの残存量問題が一番上位なの。この世の中の。それなかったらみんな行動間違えるから。議員が間違えてるんだもん。ずっと自分たちの票欲しさに高収入が得たいから議員になってずっとお金ばらまいてたんだから。一般人への低所得者へお金のばらまき、これはいいの。この方がいいの。下手に仕事なんかされて破産を落とされたら余計借金増えるから。高速道路なんかもともとガラガラのところをさらに延長し、2003年に個人情報方法が出来上がって、逆三角形で少子化してるっていうこと、池上彰のニュースそうだったかでも、いくらなんでもそれでは何回も放送してる。いくらなんでもそれは覚えとかなきゃ。20年以上も人口少子化していて、もうそのアスナっていうやつも女の声かな、女の声で聞こえてきてるんだとして、それが、やっぱり男性プレイヤーで女性の画像を使ってる人間とかもおるから、そこからして男らしくないんだけども、女らしくもないし、女がプレイしていて男性の、画像を使ってるんだったらね、もうそこから隠蔽体質。多分おかしになってる。客観的に見られた時に、隠蔽側だっていうことを、あ、分かってないんだろうなっていうことを自分で気づいてないから。で、それに便乗してきた、プレイヤーがいたと。まあ、後で、まあ、名前見たらわかるけども、銀河英雄伝説の、キャラクター名。で、銀河英雄伝説に関しては僕からの提案でリメイクとかさせてもらってます。銀河英雄伝説以上の小説を見たことないからですよ。村上春樹さんがやたらと持ち上げられていた、いましたけども、どうせテレビ局関係の人間だったんでしょう。もう作品見たけど大したことなかった。多すぎる世の中で。大したことない作品書いている、いて、それを高く評価しようとする連中。意味ないよ。そこにちゃんと意味とか理由とかついてきていて、それで認められるだけの内容があるかどうかよ。仕事の実態がバレたときに、その仕事に意味があったのって。
みんなの国民からの税金使って君が金持ちになりたかっただけなんじゃないのっていう話になるのよ。淡井圭介のことじゃない、はあ、もう建設業界や、もう昔からずっとや。でプロ野球選手だった人間とかが建設業界とかに流れていったりしてしまってる。本当にもう話追いつかへん。全然君たちも死ぬのよ。石油とかガスとか石炭とかの輸入止まったら。ウラン鉱も、ウラン鉱はもうカナダだけ、日本売ってもらってるのはほぼ 99% ぐらいがカナダから。あと数字調整でどっかの国がアメリカとかから 1% ぐらいウラン鉱を、譲ってもらったりしてる。10年以内にガスの輸入止まってもおかしくないのよ、今の状況。お前ら分かってる？金持ちだったんだろ、銀幕っていうことは。お前らが高級やる資格なんかなかったよ。どこの誰がね、本当に腹立つの。でそれに便乗してきた銀河英雄伝説のプレイヤー名使ってたやつ、キャラクター名のユリアンや。もうそいつもあかんよ、人として腐ってるから。で本当にこれ大真面目に聞いてもらいたいんだけども、多分もう僕が投げ出したら終わりやわ。この世の中エネルギーの残存の問題解決できる人間がおらへんおらへん。一応ダイキンさんが行っている、まあ一般家庭に送られている水道とか、下水まで行ってたかどうか忘れましたけども、ダイキンさんが行っているのは回転扉式じゃなくてスクリューの方、船とかのプロペラの。なぜかって言ったら、排水管は基本的に円柱型だから。丸いから。だから丸型じゃなかったら、四角だと、回ると回転すると当たるでしょ。だからその辺のところで、回転扉型にしてないだけで、じゃああなたのその時よって本当に通用するのって思ってるところが、ひがみっぽい人間のバカな考え方で、世界中の経済を動かしてきた人間が、そんなこと考えてきてどうかぐらい判断つくと思うやろ。元号法規と現代日本法規まとめた人間やぞ。それもう一回誰かに分散されとんや。国会議員の誰かに。悪質極まりない、本当に。何もかもバレそうになったら困る市長とか、どうせそういう立場の奴ら。もういっぱいニュースになったろ、そんな。けど本当はその市長だけじゃなくて、知事か国土交通大臣。もう大体そう。本当は総理の1号で、岸田さんも言った、無駄な、高速道路とかの、工事をやめさすっていうことを言った。だから本当にたまに見に行くから、実費だけど。自分のお金なくなるよ。だけどもカオアとかあの辺り小野市見に行ってあるから、お前らが真面目になってるかどうか。建設業界に言ってる。そこ、ゴルフ場とゴルフ場の間に、高速道路を山陽自動車道に繋ぎようとしと。バカの塊や。万博で、ゴルフ業界をそれで金稼ぎがしたかった。高速道路当社、客来るから。ふざけんなよ、お前ら。全部バレたらどうなるか分かってんのか、その金額。金庫系、お前何年になるか分かってんのか。これが一般人の怒りや、本当に。しっかり見て覚えとけ。横領罪。金額が大きすぎる。何人おんねん。もう少々以上の奴らなんか大体もう金持っとる連中や。そうじゃなかったらそこまでたどり着けん、そもそも。そのゲーム。淡井圭介は真面目な話してきた時とか、一方的に抗議してきた連中。矢印つけて順番書いとるやろ。あとそこのややこしい態度してきたそのアスナっていうところを、いつまでとってもその国に国家所属にしてる国、そいつを追い出せるかどうかでその国判断するから。あと敬語だけ使ってこっち側を攻撃してきたユリアンっていうやつ、どうせジャニーズなんじゃん。
そこの声優業界もエロ業界の人間いっぱい混ざってるから。はあ、もう本当に日本中のオンブズマンの人たち大変だと思いますけども、ご対応のほどよろしくお願いいたします。で、多分これ本当に、もう一般人の人はね、これぐらい怒ってるっていうことを本当に分からなあかんで、テレビのニュースでそれ放送せなあかん。議会で大きな声で叱られてる状況、議員の人たちが。それをテレビで何回もずっと放送しないと。それが報道マンの正しい姿なんだから。世間知らずばっかりなんだもん。議員なんて。自分の命がかかってること分かってないの。ずっと石油が湧いて出てくるって思ってるの。そんなもん金属を掘ってる人間からしたらすぐわかるやん。地中の中穴だらけになってるんだから。年間200億トン分ぐらい空洞が出来上がってるんだよ。石油とガスと金属類の採掘で。あと土砂のかき出しとかあるから。数字自分たちでしっかりと計算してみろよ。で、それを分かったふりして、淡井圭介の自宅のアリの第一タウンハイツの前とかに、いい線行ってるとか言いに来たやつとか、アホか、お前らが教えてもらっとんやろって。何立場逆になっとんねん。だから複数で行動するなって。自分一人で行動しろよ、全部。自分で金出して。できひんやろ。したんだよ、こっちは。もう30歳ぐらいの頃からや、弁護士出して裁判勝っとん。もう裁判官が逮捕された例とかもあるから、他国の。もう昔からや。だいたい総理が捕まってる時点で気づけよ。僕は生まれてくる前からや。していいことと悪いことの区別つけろ。そのゲームは淡井圭介の 99% ぐらいの提案でできたゲームや。だけども、途中か、もう別個も全然、チンなんとかっていう会社名。中国の。全然お金払ってくれてん。だから今どうなってるかわからへん、本当のところ、睡眠課で。もう会社丸ごと差し押さえられてる方かもしれん。どっかの国に。で、その後お金がどうなってるか全然わからへん。わからん。もう本当にこの世の中何がどうなってるかわからんから。ウィキペディアで、例えば NTT とかの株っていうのは 50% 以上は国が持ってるから。当たり前。通信関係のインフラ設備、国が押さえてなかったら、どれだけ危険か分かるやろ？電波での攻撃とかあるんだから。もう会社を見たら分かるやん。株式を、ね、株を 50% 以上保有してるところは役員を送り込めるんだから。だから国の方が社長とかを斡旋して役員を送り込めるの。代表取締役とか取締役とか、まあ中には支配人とか総支配人とかいろんな立場がいる。監査とかね。でもけど、監査を監査せなあかん方。もうだいぶ前から。だってエロ業界の登記簿、この間見せたよ。YouTube でアップロードしてないようで。自分で買いに行ってるから、僕ちゃんと。エロ業界のツタヤとかの、エロ売ってるところに、監査法人、入ってるじゃないって。四大監査法人とかのって。名前があって。君たちとこ何してたのって。エロって金に換えて、自分たちの給料が高かったら、それよかった。はぁ？許せることと許されんことあるって言ったやろって。だいぶ前から誘われたことあるよ。監査法人の人たちに。逆や。もう意見コロッと変わったわ。監査法人を監査せなあかんわ。本当に今でも投げ出したい気持ち。だから他国の言語を使っていた人で途中で日本語を使った人はその人はまだ真面目にしといた方がいいかなとかこの人の言ってることを聞いてあげなきゃならないなっていうことを分かってる人だけどもみんなその現実すべてを知った時にこの世の中自体が危険な奴らが多すぎるっていうその危険な状況を認めてしまってるエロ業界のこととか
そういう、本当にもう暴力団側になってしまってるやつが多すぎるっていうことに気がついて、一般の社会の中にも多すぎて、公務員の中にも。国が認めてるから、警察官に通報しても取り締まれないんじゃない。だけども国が認めてない裁判所の判決の上や。出しちゃう潰されてるんだから。アホの塊や。以上、こういうことで、べっこうさんも、露出の多いキャラクターの画像、誰が選んだか、あと会社の役員、責任あるよ。淡井圭介が役員にしてくれてないの。で、淡井圭介がするなって言ってるの。それに反対してきた連中が悪いの。仮に株を渡してきたとしても、淡井さんの事業計画でしちゃって、著作権法のプログラムとは事業計画のことや。それを奪ったらものすごい脱法行為やぞ。こんな巨額の金額稼いでんのに。だから言うべきところは法律詰めて言っておかなかったら、わからない。習近平国家主席とか、王岐さんとかも、習近平国家主席自体が僕からの提案で3期目になってもらって、ロシアのプーチン大統領もそう、僕からの提案で3期目になってもらってます。正直、まあ、ご高齢といえばご高齢なんですけども、だからまあもうさすがにもう次はもうしていただかなくていいですと、もう自由にしてくださいということで、言ってますけど、大木さんも日本のテレビの放送はもうどっからどこまで本当かわからないけども、もう一回外務大臣として担ぎ出されたニュースも放送されてる。本当にわからない、本当に何がどうなってるのか、水面下で。もうみんなこの話を聞いた時にバラバラで動き始めるから、とりあえず一旦国通した方がいい。ちゃんと総理とか。もうこの話大きすぎるから。で、アスナっていうそのプレイヤーが疑惑つけていようが、その辺の役員の娘だろうが、お前関係ないね。その程度の人間やねん。覚えとけって。な？お前がその辺の役員でも、大臣と同格なわけないやろ。淡井圭介が国会で総理とかに大臣と同格でいいっていうことで認められとんねん。わかってるか？そこ嘘言ったらあかんねんぞ、大変なことになるから。総理だってどうなるかわかんないんだから。本当にそう動いてる人たちはちゃんと動いてくれてるの。裁判所でどん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 起訴していって、これが各プレイヤーに言ってることや。なんでそんなに少々とかで時間のある奴らが多いねんっていう不可解さは本当にあります。ほとんどのプレイヤーはまず僕より強いから、絶対に。だからその時点でお金使ってること分かるから、役員の会社法の1ヶ月に1回の会議出てりゃそれでいいって思ってたのって、そんなわけないやろって。それで遊び人になってしまったらもう終わりやぞ。いろんな映像出てくるよ。本当に淡井圭介のホームページしっかり見といた方がいい。あの政府が発表している本当の、年金のみんなの受給額とか、何歳ぐらいの人が、例えば女性が男性がとかで、1月あたり9万円の人とかが、まあ、女性は一番多いんです、パーセンテージ的にね。なあの1万円ごとに分けていくと、8万円、9万円、10万円、11万円、12万円、13万円、15万円って、15万円以上の人はまずいません。これが現実なんですよ。だから生活保護とあんまり変わらないんですよ。だから女性が子供を子育てしてっていう社会だから、だからその方向でみんな動いてくれなかったら無理なんですよ。で、下手に稼いで中途半端な金額の場合、生活保護とどちらが危ないかなっていうのは考えますね。で、エネルギーの無駄遣いを結局このを、買ってしまった人はしてしまうから、トヨタ明夫さんも叱られる方で、僕にもう叱ってくれたらいいからっていうことで、自分のところの社員にも言っておくからっていうことを言ってくれてます。で、今の現在の社長の佐藤さんもそのこと分かってます。だからテレビの CM を見てたら分かります。いろんなパターンの CM が放送されるから、トヨタ。だから昔中国の人たちでレクサスの工場の焼き打ちのニュースがあったでしょ。中国の人たちの暴動のその発端となったその理由っていうものを聞いたときに、そのエネルギーの残存量問題でね、
もうそこまで分かっていて、それでその暴動に発展につながってしまったのかどうか、そこで暴動してしまったら余計建物とか潰れるから、そこはみんな落ち着いて政府通して、もう会社だけ残して日本人の従業員の人、自分たちの母国に帰ってもらえませんかって。ただその後は引き取って自分たちの仕事としてものづくりしますって。で、中国は中国で車の生産量を考えます、日本は日本で車の生産量を考えます、世界中もどこもそう、車の生産なんか今してる場合じゃないから、中国車がもう昔からその辺にほったらかしになった。本当に中国車販売ショップが倒産した後、処理するお金がないから、産業廃棄物として、この辺もそう、岡場駅のすぐ近くにあるから、神社の方歩いて行ったら、御社駅の方、一応そこ音楽流してごまかしてるけども、そこも無人になってるから、だいぶ前から中古車自動車の販売ショップ、もうだいぶ前からずっと同じ車が並んでいて、コケ生えたりしようから、車買い取りゃ売れるもんじゃないから、もうメーカー責任でよかったの、生産したところの責任で。そこは中古車扱って売ってたらよかったの、作りすぎてたの、生産するときに大量のエネルギー消費してるんだから。愛知県の一部の市なんて、ゴールデンウィーク今年、自然再生可能エネルギー 86% 電気を賄えているの。工場が全部止まってたから、ほとんどのところが。これが実態。工場なんか稼働させて、もうエネルギーものすごい使ってることぐらい、見た目でわかるじゃない。テレビ局の民間なんかもね、スポンサー料金もらってるから。全然真面目に仕事しようとせん。マスコミとしての役目全然行おうとしない。自分たちの金稼ぎばっかり。で、ヘラ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 笑って報道してんの。淡いケースが鹿って言ってるのに。だから淡いケースにああいう風に注意されて、昨日やっと真面目に安藤桃が物言い始めたって。けど、あれすぐ開き直るから。昔からそう。1年ぐらいしか、1年持ったかどうかわからない。ほとんどのアナウンサーがそう。特に女性。もうこれが本当。もう僕も本当にもう投げ出し、もう何回か本当は応援の介護とかの時に投げ出してるから。で、それは僕の責任じゃないから。お金を働いた時にしっかり働きました。これだけの実績ありましたって開示してる。できました、僕と同じこと。ギネス記録とかみたいな。もう記録作ってるよ。その後に一郎さんとかの記録が誕生してるから、順序みんな僕の後を追って達成してるから、ほとんどの人が。だけどもしっかりした給与を支払ってくれてない。それは公務員の実態。公務員の議員がフルスラーパークの建設決めたんだから、300億円以内で作りなさいって言って299億何千万円作ったんだよ。自分で計測ワード一時停止、今ボタンを押して、家の中にこういうメモあるでしょ、何でも、いらない紙とか、何でもいいから、何でもいい、とにかく書けるところあったら、自分の家掃除したら、鉛筆なんかいっぱい出てくるから、それで一時停止して、検索ワード今から言うやつメモしたらいいから、神戸市立ホテルフルーツラーパークの建設費用って、それ入力したら、政府が発表してる公式のその資料が出てくるから、何十枚も。詳細が。これは都政六法で決まってるの。法律で。公開しなきゃならないっていう法律があるの。都政六法ぐらいも自分で買って。本当に。六法全書も。これ見たらわかるやろ。これ都政六法。令和のも別に持ってる。これ平成20年版の六法全書。これ平成31年度版の六法全書。ものすごいストレス溜まるから、原告は裁判自分だけでしようとしたら、被害者だから怒りが収まらないから。で、法律変えて来られるから、毎年毎年買う金なんかあるわけないやろ。どれだけいじめたら聞きますんで。な、これだって自分で買ってるのよ。3000いくらわかる？世界国税税。
これなかったら無理よ、ニュースなんか見たって。正しいことなんか何にも分からへんから、国連発表のデータ、何回も言っとう、いろんな YouTube で見ろよ。公務員も含めて実力のある公務員が全然見当たれへん。警察官までアホみたいな回答ばっかりしよう。自分の身を守ることばっかり喋っただけですぐ分かるって言ってるやろ。名前隠しとったって同じや。どうせ他国に調べられた姿出てくるんだから、名前だってバレるんだから、はあ、以上、皆さん、チャンネル登録と、着信通知、自分で設定して後から見てませんとか通用しないから、本当にこれは本当の話で、自分で知っておいて未然にどう自分が失敗しないか、脱法行為をしないかっていうところをしっかりと一法律で考えるんじゃなくてね、一法律だけで動くやつらが一番危ない。普通にも常識考えたら分かる、どの件が一番大きな件でこれ絶対守っておかなきゃならないなっていうこと。裁判所でも裁判官が言うから、あなた常識ありますかって被告人の人に言うから、そこで真面目に回答しなかったら人格破綻者として扱われるから、扱われるときは無理や。そんな卑怯なこと行動で分かる、どのプレイヤーが卑怯か。もう記録残しておく、こうやって。あ、もうそのプレイヤーと他のプレイヤーもあまり関わらん方がええ。そいつらと関わったらややこしい奴らが出てくるかもしれない。本当に暴力団側の人間存在するから、何も見たことある。複数で暴力行為を行ったら、裁判所の裁判官に暴力団って言われたら、もうその人たち暴力団として扱われるんです。5年間働けません。法律でそうなってます。それぐらい知っておきましょう。自分で読みました。だいぶ前からね。集団国家入っちゃったら、そのゲームの中で、ひどいいじめとかしちゃダメでしょ。そういうこと。こんなに頑張ってる人、ね、後で恥かくの。恥かくじゃない。恥さらすや。テレビ出てる人間とか、みんな自分たちのしてること分かったときに、そういうふうな逃げの言葉、議員とかも本当に言うから、恥をかくって。恥をかくっていうことは、恥をさらさないっていうことになるでしょ。上の盾になる気かって、上に盾つく気かってね。あれは上の盾になるつもりなのかって聞いてきてるの。盾にされたらたまったもんじゃないよ。会社なんか脱法行為してるやつはいっぱい、大きな会社ほど発生するから。そんな人間のね、失敗受け止めれるわけないじゃない。そのために会社法があるんですよ。役員が物事を決めてるんだから。だから第一義的に役員に責任追及先があるんです。その次に一般社団なんとかかんとか、その会社を作った、一番会社を作った最初の人たちはどこの誰ですかって、大抵が議員。議員にも先にあります。317番見たらわかる。第何条というところまである程度書いてある、法律名とか。そこは他にも民法とかいろんなもの付け出していったらもうすぐ本当あるから。はぁ、もう、来ない本当に。常識持ってたらわかることばっかり。以上、皆さんチャンネル登録と、着信通知の設定と、あとそれと対応ですね。本当に僕が泣いたら本当に終わるよ、この国。エネルギーの輸入止まって自分の命がかかってるんだよ。もうアスナっていう人に言ってるのは、他のプレイヤーもう他にもいろいろ名前出してくると思う。もうこいつもうこの国から追い出した方がいいって、そこの国に進めてみる、この YouTube で。もう正々堂々としていいでしょ。もう偽名とか使ってる人間だから、もうその時点でもう信用したらあかんから、その人間の身分証明書まで見なかったら分からへんから、警察手帳も信じたらあかん、無理、あの世界。偽名使ってるから、永田っていう名前。永田町のしたことだから、国会のしたことだからって、国会とかでも嘘ついてるとか、テレビ局が嘘ついてるで、それで逃げようとするから、もともと証券会社の人間とか、その一族、野村証券とか、いつの間にか野中悟っていう名前で、本当は野村証券の総裁。で、もうあの人多分もうこの世にいない人なんじゃないの？昔捕まった人で。
もう証券会社とかの人間を捕まったのもうすごい昔、大体1920年の頃、みんな学校の教科書でなっと、大恐慌。もう世界恐慌でもいい。1920年に銀行と証券会社が嘘を言ってた、ね。もう横領罪とかいろんなものいっぱいついてくるよ。他にも法律いっぱいあるんだから。併合罪。累犯加重。どうしようもない、そんなにたくさんしたら。刑法一回ちゃんと読んでみ、本当に。もう同じやん。民事訴訟法もだんだん最後の刑事訴訟になるんだけども、僕としては三審等以内の請求で、そういう悪い大企業の連中の人たちの口座とかを抑え込まなかったら、もう遊び回りようから、海外旅行とかで。それされたら困るの。NG の類が激しいから。あったでしょ、プロ野球業界とかでも、メジャーリーグで活躍した選手が現れたら、旅行会社が応援キャンペーンとか言って。あんなもの、テレビで見てりゃいいんだよ。何のためにテレビ作ったと思ってるの。昔なんか飛行機の墜落事故珍しくなかったからね。世界中で換算したらいっぱいある飛行機の墜落事故、1980年代。1990年代ぐらいに入ってから、やっと飛行機の墜落事故が、なかなか日本国内の日本の航空会社だけで見ると、墜落事故なかなか発生しなくなったな、の方、他国ではまだ発生してる方、結構。飛行機なんかそんなもん、もう頭のネジ吹っ飛んでも、もう世の中のことわけわかんなくなった人間を真っ先に乗るのが飛行機。もう大体テレビで言ってる人間のことはもう大体逆だっていうことを最初から思って疑ってテレビの報道とかもうバラエティなんかも最初から100%で疑っといた方がいい。歌手でね、髪の毛今黒髪でもう変な喋り方のやつ。明石家さんまのさんまおでんに出とったやつ。もう喋り方が変なやつ。あいつまたもう見た目でわかる。アルファベット表記。どうせ本名じゃないやろって。あいつ、今年の報道ステーションで、ああ、でも何年も前に流れたニュース、本当は。渡辺っていう名前の女。だと思う。嘘のニュースまで、嘘の名前まで使われてるんだと、もう僕もお手上げ。その頃、そいつ髪の毛真っ黄金。で、変な顔。で、変な顔だから、その人が悪いかっていうと、そうじゃない。この間の泉代表が言ってた、立憲民主党の、給付じゃありませんかっていうことを言ってた。総理って。それが正しい。10万円の給付。所得税の減税なんかいらない。低所得者と非課税の、所得の人たちに10万円給付渡してあげたらいいの。ガソリン価格上がってるでしょ？僕はちゃんと言ってるから。1ドル100、1バレル100ドルぐらいでもいいって。その通りに動いてるでしょって。それこそ隠し事なんかしてダメなの。みんなに向かってちゃんと公開しないと。それだと隠蔽になるじゃない。個人情報を方法で逃げようとするやつは全員隠蔽側なの。100%でいい、それは。ん？あっちのアスラの本気だっていう変な女の声。もうどうでもいいか、そんな。本気って何が本気やねん。まだお金の分け方とかは本気、経営者だったらそれあるから。国からのお金の流れ求めてくるのが本気。それもあり得る。ずっとそういうことが起きてた。これは現実。何も嘘言うてない。なぜなら、僕が撮影した動画で、建設業界が未だに証拠もなく高速道路を作ろうとしてない。ゴルフ場とつないで。加古川編2の最後の動画。河川水門回避井戸発電と地下水流トンネル発電。四角い形状と回転扉型の方の方が、水圧しっかりと全部当たるやろ。頭どっちがええか考えたらわかるやろ、どちらがええか。で、手書きで出してるから、多くの人間、日本人でも。いちいちコンピューターグラフィックなんか作ってられへんか、お金かかるから、業種に頼んだら。何十万とか100万とか取られるよ、お金。それでメーカー動いてくれんかって、どうするつもりやねん。手書きで書くしかないやろ。普通に特許の申請するだけで20万ぐらいかかんねんぞ。こっちもお手上げや、本当に。以上。本当、オンブツマンの人たち、動いてくださいね。本当、法律使いの真面目な人たち。もう最低限、別に、そのアスナっていうやつに、本当に社会の現実をしっかりまず教えてくれたらいいから、で、あとは調査、どういう生き方してきたのか。
燃える妖怪だったら容赦なく粉砕。以上。